ベガルタの記録、今回はいずれも熱いファーストでチームを率いた個性豊かな指揮官たちです。クラブの初代監督は鈴木武一監督、チームの土台を築きました。1997年、現在のユアスタが誕生。ここで最初に采配を振ったのはブランコ・エルスナー監督です。ここで終了、勝ちました、やりました、 J1 だ、 J1 だ、メガルタ仙台 J1。 2001年、サポーターの夢を叶えたのは清水秀彦監督です。初めての J1 では王者鹿島を下して開幕5連勝。もちろんこの年 J1 残留を決めています。気さくで親しみやすい清水監督、サポーターは毎年11月監督の誕生会を開きました。その触れ合いは監督にとっても大きなエネルギーとなりました。しかし2003年は勝てず、シーズン途中で突然の解任。まあ僕はここで頑張ろうと思ったのはいろいろあるけども、2年目の時に貿易を振った時にね、サポーターの人がほら100人も来てさ、100人以上の人が来てさ、子供もその一泊してるでしょ、姿見て頑張ろうと思ったけど、J1 上がった時も嬉しかったけども、それよりもあっちも嬉しかったし、でここで頑張っていいチーム作りたいと思ったからね、真剣に。そのつもりで一生懸命やってきたから、そういう意味ではここは非常に愛着あるし、いい思い出ばっかだし、2003年9月からはベルデニック監督。しかし J2 に降格すると、2004年 J1 昇格を逃し解任されます。開幕から苦戦した津波監督、ブーイングを浴びながらも必死にチームを立て直しました。サポーターの方から手紙もらいまして、サポーターの方も素直になれないんだから、スタンド行って手を挙げてくれればもう拍手できるよみたいな急に行ったらおかしいだろうみたいなところも感じがあったんで、ホーム最終戦、久しぶりに監督へ大きなコールが送られました。そのサポーターとの戦いや仲直りも強く思い出になります。2006年、ブラジルの名将ジョエル・サンタナ監督、2007年は望月達也監督、この年は開幕から好調でしたが、テフラモリ監督は5年で ACL、 アジアチャンピオンズリーグ出場を目標に掲げ、私たちを驚かせます。5年で ACL っていう目標はね、 J1 で3位以内になるってことですから、つまり J1 に上がれればいいんじゃなくてね、やっぱり J1 でしっかりとして地位を築くんだっていうことが目標ですよ。誰のせいで J1 に上がれないんだみたいな犯人探しのような時代が続いてね、まあその責任を監督が一人で一身に背負ってきたようなクラブで、だからこそポジティブにね、このクラブは進めなければいけないなと思った時に、自分自身のポジティブなことを発信しなければいけないと。ベガルタはテグラムリ監督2年目の2009年に J1 昇格を果たします。韓国が育てた主力選手たちは J1 でさらに成長した姿を見せます。震災からの復興を目指した2012年は2位、目標だった ACL 出場を決めました。優勝のシャレを持ってくるって言ってたんですけど、準優勝のシャレでしたね被災地の皆さんを訪れ準優勝の報告をしました。アーノルド監督は現在オーストラリア代表監督を務める名将ですが、
ベガルタでは結果を出せませんでした。開幕からおよそ1ヶ月、一度も勝てずにチームを去りました。はい、ハンス原価付きがなんかどんなきっかけで、いや多分ね、コーチ時代からもう試合の日は赤いパンツが行ってるような気がするんですけど、あの原価付きというよりはもうまず試合の日はこれを履いて、まあ、戦場に向かうという気持ちの入れ方ですね。モエスポがお世話になった渡辺進監督、ベガルタで選手としてプレーしたクラブ初の OB 監督です。6シーズンにわたって熱い指導を続け、2018年の天皇杯準優勝などタイトル獲得が夢ではないことを教えてくれました。ありがとう渡辺監督、またいつの日か指揮官として赤いパンツを履いて勝負してください。